食部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では184番目に置かれる。食事は食べること、または食物を意味する。焦点については、説問会字が穀物の香りを意味する、旧刀とを表す、の形成文字とするが、甲骨文字など小文字を見ると、食物が盛られた器の上に三角形の記号がある、形であり、 この三角形が、口の変形で食べることを表しているとする説や、食器の蓋を表しているとする説などがある。食物のうち特に飯を表すときは死と発音された。例えば、製品に休んずることを表す、食費サゴインという熟語がある。その他、太陽や月が欠ける現象を表したが、後に、この意味には、食事が使われるようになった。また死という字音では食わせる。 養うといった意味がある。変貌のフとしては、食物や飲食に関することを示す。その形態は、変の位置にある時には、食や飾りのように変形する。食部は、このようなフを、構成要素に持つ漢字を収める。食事の三角目は、時代、地域によって差異が見られる。印刷体において、後期時点はこれを短い横角とし、台湾の国字標準自体、 香港の常用技字形表もこれに従う。一方、中国の真珠型では、天角とし、日本の真字体ではこれを短い縦角としている。辺の位置にある、色の下部分は、時代、地域によって、標準字体のデザインに差異がある。印刷体のうち、後期時点は、のように縦角から出た2本の横角とする。一方、日本の真字体、中国の真字形。 台湾の国字標準自体、香港の常用技字形表は、のように縦角からの羽根に、天角の形にしている。なお、日本の表外漢字は、基本的に、後期辞典に従うとされたので、後期辞典に従い、とするが、形も、いわゆる三部主許容として、許容自体とされている。GISX-0208 では原則としてこの二つの、 字型の側片は包摂されるが、陰と陰のみ、選定時の手違いにより分離されて、別のコードポイントが与えられてしまっている。ユニコードの CJK 統合漢字でも原則として、包摂するが、原規格分離規則により、陰と陰は、区別されている。筆記体では、伝統的に、のような縦角からの羽根に、点角の形である。また、中国の漢体字は、 お、のように簡略化している。職、ありがとうございます。